ど、じゃあ早速、11月16日水曜日の投げ指を担当するミンゴこと黒見はるかです。そう、マネージャーさんがねミンゴってつけてくれました。ミンゴありがとうございます。そう、なんかあだ名がいっぱいあるんですよね。レイチェル・ミンゴとかもあるし。そうそう、コメントでね、そう、あの皆さん書いてくれてるんですけど、ミュウちゃんとのラジオの時にあのね、ぜひレイチェルのタオルを作ってほしいっていう話も上がるぐらいいろんなあだ名ができました。はい。じゃあ早速乃木曜選手権に行きたいと思います。今週の競技は読書の秋、なるべく早く読み上げようです。イエーイ。ということで、今週水曜日、今日ですね、今日発売の真夏の全国ツアー2021ファイナル in 東京ドームブルーレイ &DVD の告知文章を読み上げます。週の中で最も早く読み上げられた人には素敵なご褒美がプレゼントされます。ただし噛んだり飛ばしたりしたら次に行かずにその部分から読み直しです。ということで、はい、今日本当に今日発売されました。やった。はい、皆さん見ていただきましたかね。はい、あ、買った。おー、ありがとうございます。やった。はい、ということね、そうこれですね。また後で DVD のことはちょっと紹介します。まず乃木曜日選手権をやっちゃいたいと思います。じゃん。現在の1位は与田さんかな、64秒です。1分4秒ってことか。にみきちゃんが1分46秒です。フラミンゴ。フラミンゴ、そう、あの絵文字ね、フラミンゴかわいいですよね。はい、ということでコメントにもね、ゆみきちゃんには勝とうってあったんですけど、まずはじゃあ64秒を目指していきたいと思います。なんかどれぐらいで読むのが普通なのかあんまりわかんないのでやっていきたいと思います。お、こんばんは、ありがとうございます。はい、64秒早いんだ。じゃあでも早口で噛んじゃうとやり直しだから、焦らず噛まずに最後まで行こうと思います。じゃあ1分切れるのかな。じゃあ1分、まずは噛まないで、じゃあ最後まで行くことを目標にやります。はい、ということで早速ここに告知の文章があるので読みますね。いきますよ、よーい、始まっ、OK、え、あ、はい、2021年11月20日にグループ自身4年ぶりとなる東京ドームにて開催した乃木坂46真夏の全国ツアー2021ファイナルが11月16日についに製品化することが決定いたしました。全国ツアーの開催前に表題曲、アンダー曲、ユニット&ソロ曲、カップリング曲の各カテゴリー別にファンの皆様からリクエストを募り、それぞれ上位トップ10に入った楽曲を中心にセットリストを構築した真夏の全国ツアー2021、新型コロナウイルス感染防止対策として全キャパシティに対する 50% の収容動員数の中、ファンの皆様が熱く叩くスティックバルーンに応えるべく、メンバーも熱いライブを大展開。またドーム内では気球に乗ったメンバーが飛び交い、さらにメンバーからファンの皆様へのメッセージがアドバルーンに吊り下げられ、本編ラストは全シングルの振り付けを取り入れたグループ10周年記念曲他人の空にで締めくくりました。2日目の21日には高山一実の卒業セレモニーも開催、自身初のソロ曲私の色が初披露され涙あふれるツアーファイナルにもなった真夏の全国ツアー2021ファイナル in 東京ドーム、数々の名シーンがついに蘇ります。ぜひチェックしてみてください。え、長っ。待って、長くない、私こんな時間かかった。はい、ということで1分25秒です。
い、ということで、与田さんが早いんだね。与田さんが1分4秒で、ゆむきちゃんが1分46秒なので、はい、2位ですね。なんかみん、暫定2位。与田さん切れるメンバーいるのかな。絶対1分切れないと思うんだけど、切れるのかな。はい、じゃあちょっと書きますね。963秒。963秒ってめっちゃ長いやん。絶対ゆみき、与田さんが優勝確定だと思う。私も早口優先。あ、そうなんだ。早口だった。私早口言葉あんまり得意じゃないからかな。はい、ということで1分25、書けました。じゃん、私の記録は1分25秒です。ということで暫定2位です。そう、あれから1年って早いですよね。すごい、なんかあっという間すぎて実感が全然湧かないなって思います。すごい、クロミちゃんがかわいい。はい、じゃあ早速この DVD のこととかいろんなお話をしたいと思います。はい、まずはこちらですね。すごい、エンジンの写真です。すごいねこれ。そう、私も今日は学校行って帰って、この東京ドームの DVD のメイキングを見てました。なんかライブの本編を見るのは、なんだろう、その高山さんのやっぱり卒業とかもあって、ちょっとなんだろうな、すごい一個なんか気合を入れてからっていう方は変かもしれないけど、気合を入れてからちょっと見ないとなって思ったので、普通に見れるメイキングを見てました。そう、なんか高山さんのインタビューとかもすごい、本当になんかなんかギュッてなったし、それ以降ランデさんとか12月生田さんとかもご卒業されて、その後新内さん、星野さんがあって、ひなこさんがあって、れなつさんがあって、あとはひなちまさんがあって、それであれだね、そっからまーやさんとあすかさんもご卒業もされるって発表されてたので、なんかあの一期生さん同士の、なんだろう、そのアスカさんとリクサさんのこう二人でふざけ合ってる姿とかがもう見れないのか、なんかもうなんだろう、その2ヶ月後ぐらいで見れなくなっちゃうのかって思ってメイキングを見てると、すごいわーってなりましたね。そう、本当に寂しいですよね。はい、ということで皆さんもぜひゲットして、そのメイキングとかインタビューとかいっぱいあるので見てみてください。ということで、いろんなバージョンもねあるので、好きなやつをぜひ見てみてください。ということで、はい、今日発売されたからね。いや、そう、ごめんなさい、ちょっとバタバタしちゃった。大丈夫。はい、じゃあ次、そろそろ次に行きたいと思います。次な、どうしよう、何の話しようかな。ああ、これにしよう。なんだっけ、乃木坂工事中の一番最新回がですね、第4回うちわ受けモノマネ大賞だったんですけど、皆さん見ていただけましたか。実は乃木坂配信中で、真夏さんとれんかさんが2人で自転車旅行に行ってきたっていう、そういう配信中があって、そこの中でも
その2人が名前を出してくださっててすごい嬉しかったんですけど、ちょっと恥ずかしかったですけどすごい嬉しくて、この間もあのまゆたんが真似してくれてて、私の水の飲み方みたいなですごいバナナマンさんのお二人もいじってくださったんですけど、なんだろう、結構マネージャーさんに行くところによると、そのなんだろう、その収録をする前に一人一人ちょっと打ち合わせみたいなのスタッフさんとさせていただいたんですけど、その時にずっといらっしゃったマネージャーさんがほぼ全員のメンバーからクロミちゃんとか、まあ、なんかミンゴって呼んでくださってるメンバーもいるんですけど、ミンゴのモノマネできるっていう風に言われたみたいで、すごい私のモノマネをしたいっていうメンバーがすごいいっぱいいたみたいで、ちょっとなんだろう、ミンゴモノマネのハードルはすごい上がってたみたいですそう、え、俺もミンゴのモノマネしたいぜひなんか今度なんかなんだろう、ミタンドグリッドとかで待ってますモノマネそう、なんかマーヤさんもね、まだまだまだ暴走しますのでぜひ楽しみにしててください。私もなんだろう、結構モノマネ、このモノマネできますとかで、例えばヤンちゃんのメイクのマスカラをする時のすごいめっちゃ上向いてこうやってやるんですよ、そのモノマネとか、あとヤクボちゃんのこの花道の下通る時のこういう走る体勢があって、そのモノマネもしたんですけど、ちょっと演技力が足りなかったみたいなので、これ採用されてないやつ話してるんですけど、その演技力が足りなかったみたいなので、ちょっとまた来年とかねあるのか分かんないんですけど、あると期待してちょっとみんなの普段からチェックし、こうやってチェックしようと思いますそう、次ね、そう、次ちょっと来年もっとみんなが確かにってなるようなやつを頑張って探そうと思いますそう、まだね来週のもあるので、どんなものがあるか楽しみにしててください。待ってます。お、ありがとうございますクロミンチェック、いや、みんなからチェックされてんのかな、他のメンバーから。なんか水飲めないなライブ中にそう、なんかなんだろう、ライブ前ってすごい集中してるから、だからあれなのかな、なんかそのリングに入る前の格闘家みたいになってんのかなそう、乃木団とかもそうだし、あのあやめんの乃木ののとかも結構私が出演してない回でもすごいみんなね名前を挙げてくれててそうでも水はね飲みますね、ちゃんと。そう格闘家ではないそう、なんだろうね、なんか潰しちゃうんだよねじゃあ次の話題に行きたいと思います。次は何にしよう、あれにしようかな、スピリーグのお話。なんかなんだろう、乃木坂46、桜坂46さんと日向坂46さんがなんだろう、こういう大会があるんですよ、そのプロスペースっていうゲームの大会があって、スピリーグっていう、それのスペシャルサポーターにをやらせていただいてるんですけど、それでこの間の10月28日ぐらいの開幕直前特番を久保さんと一緒に出させていただいて、11月5日の開幕戦と6日の開幕戦も出させていただきました。ありがとうございました。そう、なんか今もコメントであったんですけど、開幕戦の時にすごい
ファンの方が見に来てくださって手とか振ってくださってすごい嬉しかったです。そう、本当に心強かったですね。やっぱり開幕戦3連戦まず5日はあったので、どんな感じかちょっと分からなくて不安だなっていう中だったのですごく助けられました。そう、そのスピリーグの大会はですね YouTube で生配信を毎週土日にしてて、それでちょうど私が出させていただいた11月5日の試合と6日は1試合なんですけど、6日のやつもアーカイブが残ってるのでそちらも皆さんぜひよかったら見てみてください。そう、アーカイブも残ってて、そう、なんかそこだけまた聞けたりもするのでぜひよかったら見てみてください、うん、そう、野球すごい好きで本当に中学生ぐらいからプロスピースっていうゲームをやらせていただいてたので、本当に乃木坂加入前からやらせていただいてたので、お話いただいた時は本当にびっくりして嬉しすぎて、もうその衝動でガチャを引いて王貞治さんを出しました。それが嬉しすぎて、違う、イチローさん出したんですよね。王さんはその後かな、イチロー選手を出しまして、それを写真撮っちゃいましたね、嬉しすぎて。そう、ゆみきちゃんがね野球一緒に見に行きたいって言ってた。そう、聞きましたよ。なのでぜひ一緒に来年かまたシーズンがスタートしてから行きたいなって思います。そうそうそう、王さんもね獲得して、イチロー選手も獲得しました。でちょうど今なんだっけ、キャラバン、地方行くイベントやってるじゃないですか。そのイベントも10周で OB じゃない、アニバの2段がもらえるので走ってます。今は日本一5周、もうすぐで5周ですね。スピリーグの解説 めっちゃ聞きやすかったです。ありがとうございます、嬉しい。そう。早慶戦はちょうどその日にスピリーグをやらせていただいたので見に行ってないです。でも2連勝したっていうのをファンの方から聞いてびっくりしましたね。解説のミンゴさん、そう、最後ね牧島さんっていうアナウンサーさんがいらっしゃったんですけど、とかがゲストじゃなくて解説ってあれ呼んでるなって思いましたね。本当マジでプロです。ありがとうございます、すごい嬉しい。そう、なんかでもそれ以降そのお仕事をやってからリアルタイム対戦をしてて、なんだろうな、結構まあ勝てることも増えてきて、結構その特殊能力をちゃんと見るようになって、結構相手が広角打法とか出てるからピッチャー変えようとかそういう考え方に変わって、結構ちょっとずつ勝ってる回数が増えてきました。そう、本当ミンゴきっかけでプロスピ始めた、お、ありがとうございます。ぜひ、結構ファンの方でも野球あんまり分かんない方でもプロスピ始めてすごい楽しいとか言ってくださってる方もいるので、ぜひちょっとでも気になったらちょっとインストールしてやってみてください。結構山口春代ちゃんとかからも、日向坂46さんの山口春代ちゃんとかからも連絡が来て、ちょっと前にフレンドになったんですけど、このイベントってやった方がいいのとか連絡をもらうので、このイベントはこうこうこうだからちょっと今回のはやんなくていいと思うよとか、そういうのを連絡してます。はい、ちょっとそろそろ次行った方がいいかな。はい、じゃあちょっと最後余ったらまたそのお話をしようと思います。そう、本当に春代ちゃんはガチでうまいと思います。本当に、いや、なんか初めてと思えなかったです。佐々木久美さんとかもそうですし、ね、大園玲ちゃんもねそうですし、小池みなみさんも本当にもうお上手で、いや一瞬で抜かされるなって思っちゃいました。は
い、じゃあ次に前回昨日ですねの配信メンバーゆめきなおちゃんからの宿題やりたいと思います。ゆめきちゃんからの宿題はこちらです。ちょっとこうなんか大きいが消えちゃったな、ちょっと消えちゃいましたがすいません。はい、くろみんへちょっと大きい声で昨日の自分に一言言ってねということで、なおよりということで、はい、昨日の自分に一言言う、どうしよう、じゃあ昨日のプロスピのリアルタイム対戦っていう、まあ、機能があるんですけど、そこでちょっと連勝してたんですけど、一回まあサヨナラホームラン打たれて負けちゃった回があったんですね。なのでその時の昨日の自分に言いたいと思います。いきます。昨日のクロミンスローカーブには気をつけて。え、こんな感じでいいんですよねえ、いいよね。いや、なんかえ、いいよねえ、そういうことじゃないの。え、いいやったいやこれで宿題は完了です。ありがとうございます、なおちゃん。そう、結構ファンの方とも多分対戦してるんじゃないかなって思いますね。結構ちょこちょこリアルタイム対戦してると、そのメンバーのなんとかアットマーク何々みたいな、そのアットマークの後に乃木坂の本当にメンバーの名前つけてらっしゃる方とかもいるので、対戦してるかもしれないです。そしたらよろしくお願いします。またいつか対戦するかもしれないので。そう、なんかリアルタイム対戦とかいつか皆さんともしてみたいなって思いますね。そうん、最近プロスペ始めました。お、ぜひ頑張ってください、応援してますやりたい、そういつかねやってみたいですね、企画とかで。生誕グッズ、あ、生誕グッズもそうだしようと思ってたんですよ。そう、ちょうど生誕グッズの発売を今していて、今回はまだねその日本っていうかそれがないんですけど、前回のそう一応ね持ってきたんですよ、私結構使ってて。前回のはこちら、これはバッグなんですけど、こういうちょっとユニフォームっぽいグッズにしたんですけど、今回はT シャツの色がまず3月のアンダーライブの時のグレーっぽい色とそう一緒で、すごい男性でも女性でも使いやすい色にしようと思ってそれにしました。それでここにちょっとパスがついてる感じのをイメージした T シャツとかになってるので、皆さんぜひ気になった方はゲットしてみてみてください。はい、そう、いつか言おうと思ってたのに完全に忘れてましたね。ありがとうございます、コメントも。じゃあそろそろ明日のメンバーへの宿題を出したいと思います。もう予約しました。お、ありがとうございます、やった、買います、ありがとうございます。そう、明日の乃木曜担当メンバーは、え、発表しちゃおうかな、もう。いいですよね。明日はなんと早川せいらちゃんです。パチパチパチっていうことで、はい、おお、そう、せいらちゃんです、明日は。そう、せいらちゃんなんです。結構ゆなちゃんかと思ったっていうコメントもあるね。なんでだろう、野球ってことか。はい、ということでせいらちゃんです。どう、質問何がいいですか、皆さん。久しぶりの乃木曜日かな。そう、せいらちゃんなの、久しぶりでですよね、本当に。愛が足りひんのせいらちゃんです愛が足りてますか。あー、確かに久しぶりだし、それもありかもしれないです何がいいかな。
どうしよう。愛が足りひんが多いな。どうやってこれ、あれ質問にすればいいんだろう。なんか愛が足りひんを何か利用する宿題とかありますか？難しい質問しちゃった。いやー、民家のモノマネできるのかな。大声で愛が足りひん、あ、いいかも。え、皆さんそれでもいいですか？大声で愛が足りひんって言ってくださいっていう。愛が足りてますか？え、どっちがいいんだろう。いいんだ、いい、いい。お、じゃあそれにしよう。せっかくなのでね。じゃあ、愛が足りひんを大きい声で言ってくださいって。間違えた。普通に、じゃあぶりっ子で愛が足りひん、どっちがいいですか？小声でいいの？確かに、なんか大声ブームみたいになってるな。かわいく、かわいく、じゃあかわいくにしようか。かわいく愛が足りひんって言ってくださいって。それでいい？いい、 OK。 でかわいく愛が足りひんと言ってください。963でもわかるかな。わざと963にしました、今日は。はい、ということで、大好きなセイラちゃんへ可愛く愛が足りひんって言ってください、963よりってことで。いや、ミンゴでもいいんだけど、ちょっとここはわざと963にしました。なんかあだ名いっぱいありすぎてどうしようって感じ。はい、ということで、セイラちゃんお願いします。で、時間があんまないの、びっくりだ。土曜日、水曜日も終わりの時間です。そうですね、今日はすごいいろんな話ができて嬉しかったです。はい、明日の土曜日の配信時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。はい、ということで、さっきもコメントでもあったんですけど、そう、紅白歌合戦に今年も乃木坂46が出場させていただけることになりました。ありがとうございます。本当にいつもやっぱり先輩方が作ってきてくださった、もう本当にものと、あとこうやって見てくださって支えてくださってるファンの皆様とスタッフさんの本当にお力があってこそなので、自分は何もできてないですが、いつかはできるような人になりたいなって改めて思いました。本当に皆さんありがとうございます。そうそう、本当にアスカさんラスト紅白かもですよね。ね、ちょっとそうだね。なので皆さんぜひ見てください。はい、ということでありがとうございます。じゃあまた明日はセイラちゃんと、この後そう猫舌ショールームもあるので、そちらもぜひご覧くださいということで、ありがとうございました。バイバイ。